ハロー、みさきみさです。17日から Amazon 感謝祭先行セールが始まりました。概要欄におすすめセール品リストを貼ってあるので、よかったらそちらを参考にお買い物してみてください。ということで、まずはですね、前回好評だった Amazon セール品を実際に使用してみて紹介するっていうコーナーをやっていこうと思います。そしてその後に、いつも通り Amazon でおすすめのセール品っていうのを20選紹介していこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、今回実際に紹介していくのが、ザーン、ロボロックのロボット掃除機 Q8MAX+。 初めてのロボット掃除機、1週間使ってみました。ロボロックってカズさんがね、よく紹介している製品で、私もずっと使ってみたいなって思ってたメーカーさんなんですよ。このロボット掃除機も今回 Amazon セールで安くなってます。まず吸引力は 5500パスカル と超パワフル。私はね、ここにあの猫ちゃんがいるんですけど、猫ちゃんとフェレットを飼っていまして、お気を拝借。長毛種の長い毛とかもめっちゃ吸ってくれます。フェレットは結構毛がね固めなんですけど、そのフェレットの毛も吸ってくれるし、トイレ砂のような大きいゴミっていうのもしっかり吸ってくれます。ペットを飼ってる人だったり、まあ、この掃除機のねメンテナンスそんなにしないよっていう人はね、裏を見ると毛が絡まってもうとんでもないことになってるっていうことがあると思うんですけど、このロボット掃除機はブラシがラバー製になっているので、まあ、お手入れっていうのもとても簡単です。ブラシを取り外して濡れた布なので綺麗にすることができます。このロボット掃除機、今 Amazon で 74,800 円から25,000円引きの 49,800円で売ってるんですけど、なんと吸うだけではなく水拭きもしてくれます。ここがモップになっていて、ここをピリピリっとこんな感じで取ることができます。でさーってやって、これだけ水洗いするみたいな感じですることもできます。スマホアプリからいろいろ設定ができて、数量も30段階で調整することができます。しかも本体のここの部分に大容量の水タンクも搭載しているので、約275平米までの水拭き掃除ができちゃいます。床を清潔に綺麗にね保つことができるので、まあ、ペットを飼っている方だったり赤ちゃんがいる家庭だったりっていうのにもおすすめです。で、私結構めんどくさがり屋なんで、あの掃除機を選ぶときは絶対に自動収集ドックが搭載している掃除機しか使いたくないんですけど、この Q8MAX+ はゴミを自動で収集してくれるだけではなくて、なんと60日分のゴミを貯めておくことができます。取っておくだけで吸ってで水拭きもして床をすごい綺麗にしてくれて、しかも自動でゴミも回収してくれる。で、私は2ヶ月に1回ゴミ箱に紙パックをポイッと捨てるだけ。しかも紙パックっていうところがまた最高で、紙パックだと手も汚れないし、しかもゴミ箱に捨てる時もホコリが散らない。紙パックじゃない製品だと、あの水洗いがね必要だったり、その中がね細かいねゴミがね散らばったりだとか、ゴミ箱にポイって捨てる時にホコリが舞っちゃったりだとか、お手入れがね結構必要だったりするんですよ。なので、まあ、紙パックっていうところもねまた評価が高いですよね。で、吸った後ね見てみるとこんな感じ、ちょっと残ってるんやけど、まあ、ほとんどね吸ってくれてますね。で、まだ1週間しか使ってないんですけど、まあ、ロボット掃除機ってねやっぱり魅力的やなって思いました。このスペックで安いとは思うんですけど、ロボット掃除機ねまだ買ったことないよっていう人もたくさんいると思うんで、まあ、買うのにね踏み切れない人もいるはず。でも考えてみてください。毎日掃除機だったり水拭きをねするって考えると、1日おそらく20分ぐらいはねかかると思います。その20分掃除する時間が自由に使えるって考えるとですね、1週間でだいたい140分、そして1ヶ月で10時間、1年だとなんと121時間、5日分も
自由な時間ができる、余裕な時間ができるんですよ。って考えるとこの5万円のロボット掃除機すごい価値あると思いませんか？安くない？っていう風にね思ったんですよ。まあ、せっかく今回の Amazon セールで安くで購入ができるので、ぜひ概要欄からですね製品リンク気になる人はチェックしてみてみてください。ということで、ここからはですねいつもと同じ Amazon のおすすめセール品を紹介していこうと思います。冬になったら買いたくなるバブですね。これ 24% オフの1590円で買えます。56錠入りということで、ちょっと大きめのねパックですね。普段よりも500円ぐらい安くなってるんで買ってみてください。続いてマジックジョンですね。これショート動画とかで最近よく出てくるんですけど、めちゃくちゃ貼りやすい、気泡も入らない iPhone の保護フィルム。これ見たことない？あ、これこれこれ、この人知らん？これこの人のねショート動画がだから最近よく見るんですけど、それがね 51% オフの1173円で購入できます。 iPhone16 かなって思ったけど iPhone15 でした。で iPhone16 は1980円です。なんだ、そうなんだ。これ2枚セットでこの値段です。まあ1枚あたり600円ぐらいなんで、まあ最近ガラスフィルム変えようかなって思ってた人、 iPhone15 使ってる人でいれば買ってみてください。はい、続いてダイソーのドライヤーですね。ヘアドライヤーめっちゃ有名なやつ。これ 25% オフの 36,600 円で購入できます。なんかそろそろドライヤー潰れそうなんよね。はい、3ヶ月間で見ても、まあ安くて4万円とかなんで、まあ若干安いですね。これが定番やと思うんだけど、今ね、色が色々あるんですよ。これを機に買ってみてください。これビオフェルミンなんですけど、39% 1998円で売ってます。今回このビオフェルミンを例にしたんですけど、まあその他ね、薬っていうのは、この Amazon セール、薬局で買うより安くなってるので、そのジャンルっていうのも忘れずにチェックしてみてください。続いて、ハイパー X クワッドキャスト S も安くなっていました。16% オフの 17,980 円です。まあいつも買うよりも多分ね、安いですね。うん、ここ3ヶ月間で一番安くなってます。まあ人気なんで、まあ、なかなか値下がりするような商品じゃないんですけど、ここ最近で安くなっているので欲しいなと思ってた人は買ってみてください。はい、続いてルグザの50インチ 4K 気象テレビですね。こちら定価 85,144 円から 12% オフ 75,000 円で購入できます。 YouTube、TVer、プライムビデオ、Android TV、OK、Google ということで、Alexa も対応しているテレビで、4K でリフレッシュレートも 120Hz で、レグザって最近安いんやね。私がね、私もレグザ使ってたんですけど、その時めっちゃ高くて、なんか5年ぐらい使うとね壊れちゃったんですよ。だからね、そんな高いねテレビは買わなくてもいいと思うんだけど、ゲームをするなら断然レグザ。ゲームモードもあるらしい、4倍速パネル。どういうところがいいんでしょうかね。いや確かにレグザはこのサウンドとかもね結構良かったりするし、映像もねやっぱ綺麗なんですよね。なんかレグザはねモデルによっては壊れやすい、安かったりもするってよく聞くんですけど、まあ、口コミはね良さそう、見た感じ。安めの 4K のスマートテレビ欲しいなって思ってた人はね、いいかもしれません。次は私が愛用しているスーツケース。まあ、エースのスーツケースってまあ有名ですよね。もうすっごい頑丈やし、もう上乗っても全然潰れへんし、私結構ね、めんどくさがり屋で、扱い荒いんですけど、もうそれでも、まあ1年、2年ぐらい持ってます。で、これ何がいいかって、もうフロントにね、チャックがあるので、中にノートパソコンはもちろん、例えば、飲んでるお茶とかお土産買ったりしたらここにすぐパコッと入れれます。キャリーケースはねもう絶対フロントケース、フロントポケットがあるものがいいと思います。マジで便利。その他いいところっていうのがここですね、この後ろ側にこのボタン、こうスライドさせるボタンみたいなのがあって、これ何かっていうと、電車とかに乗ってよいしょって座って手でここのロックボタンをカチッとするだけで、この足の部分がロックされて動かなくなります。
これがね、ほんと便利。この背中についてるっていうところがまた肝で、下側についてるタイプのやつもあるんですけど、それいちいちね、もう足踏んだりして、まあ、全部やるのめんどくさいじゃないですか。ワンタッチでロックできて、さらに背面にあるっていうのが、おすすめポイントです。普通に電車座った時、絶対この背面側にね、座ると思うんで。で、解除するときは、この上のボタンを押し込むと解除されます。これが地味にめちゃくちゃ便利なんですよ。そう、中はね、正味可愛くない。うん。完全に機能性、便利さでキャリーケースを私は選んでます。で、キャリーケースといえばね、私アメリカンツーリスターめっちゃ可愛いからおすすめで、これもね、結構デカめのセールの時じゃないと安くなってないんですけど、まあ、こんな感じ。50% オフ7700円とかで売ってます。これも可愛いけど、ほら、これとかも可愛くない？ 38% オフ13000円。めっちゃ可愛い。でもフロントポケットがないから、まあ、普通に不便ですね。こっちは可愛いに全振りしてます。ほら、こんなんとかめっちゃ可愛くない？ 44% オフ14000円。人気のデザインがさらに新しくなってますね。あ、これちょっと使いやすそうだな。このね、デザインめっちゃ人気やったんですけど、まあ、いろんなカラーあるんですよ。ほう、こんな感じ。で、前はこの前のポケットっていうのがなかったんですけど、前のポケットっていうのが追加されてます。これはちょっとね、使いやすくなってそうだな。あ、なるほどね。ガバって開くタイプだ。え、でもこれさ、いっぱいポケットあるから使いやすそう。やっぱ可愛いな、アメリカンツーリスター。あ、これめっちゃいい。可愛い。これ15% オフの25,245円ですね。割と新製品なんかな。あ、そうですね。6月、5月ぐらいに出てますね。ただね、前使ってた時に思ったのが、このね、チャック部分っていうのが布なんですよ。だから、雨とかにはちょっと弱い。すぐ汚れたりするんで、まあ、そのあたり汚れ気になるっていう人は、あんまり買わん方がいいかも。アメリカンツーリスタもね、基本高いんですよ。まあ、全部。こんな感じで。安いけど、まあ、このあたりもね、まあ、安いセール、アマゾンセールの時に買うのがおすすめです。KTC のモニターですね。24インチのゲーミングモニター、IPS パネルで、解像度はフル HD。で、リフレッシュレートが 180Hz。で、sRGB が 128% ということで、色域も高い、ゲーミングモニターなんですけど、なんと 17% オフ、15,000円で購入できます。このスペックをこの値段で買えるモニター他にありません。マジでいい。安かったら良くないようなね、感じすると思うんですけど、私もね、KTC のモニター使いました。安いのに、もう映像も綺麗し、普通にいい。うん。もうね、見てください、この口コミ。もうみんないいって言ってるんよ。で、結構ね、売り切れたりするんで、まあ、欲しいな、気になってんなって思ってる人はね、早めに買う方がいいかなと思います。ちなみにこれのレビュー動画も出してるんで、よかったら YouTube 見てみてください。で、これの解像度が WQHD のゲーミングモニターっていうのもあって、これも 18% オフ、22,780円で購入できるんですよ。もう意味わからんくないっていうぐらい安いです。で、このあたり、まみよしだったり、さっさんだったり、友達のね、YouTuber がレビューしてたりもするので、よかったらそちらの動画もね、チェックしてみてください。はい、次は CIO のホットアイマスクですね。まあ、これも、まあ、冬になってきたんで、ホットアイマスク欲しくなっちゃいますよね。これも以前ね、レビューさせてもらって、割と良かったんで、まあ、よかったらそちらもチェックしてみてください。で、いつも紹介するエペヨ電動歯ブラシ。これ一番おすすめの電動歯ブラシ、安いし 22% オフの4,980円で購入できます。いつも言ってるんで多分知ってると思うんですけど、充電がマジで必要ありません。なんと180日間連続使用することができて、私も前買ったのが半年前ぐらいなんですけど、やっとね充電切れました。そう、購入してからというか、もう届いてから充電したこと一回もなかったんですけど、やっと充電切れて、そう、それぐらい長持ちなんですよ。で、これのプロモデルっていうのが270日間充電いらずで使用可能ということで、まあ、長い期間充電しなくても使える。なので洗面台とかでも全然邪魔にならないし、たまに4時間急速充電するだけでもう満タンフル充電ということで、まあ、これ最強です。で、さらにね、見てみるとカラーが増えました。以前この紺色みたいなやつとか、日本
らいしかなかったと思うねんけど、ほらこんな感じでベージュとかね、いろいろ増えてます。で今回安いのはベージュ以外かなのカラーになってるんですけど、もうさらにカラー増えてて、このプロじゃない方もね、このねグレー系がね前なかった気がするんですよ。めっちゃ可愛くない？これ欲しいなって思ってます。このあたり安めでね電動歯ブラシデビューしてみたいなっていう人、この家電批評っていうあの雑誌とかがあって、それのなんかベストバイでね1位受賞3年連続してるんで、マジで間違いないです。次はピクシオの PX248 というゲーミングモニターです。こちらですね、以前から紹介しているこのホワイトモデルですねを紹介してたんですけど、それの新色が発売されました。ベージュとミントグリーン、そしてパープルもね確か出たのかな。で今回その新色も安くなっています。まあ、この表記的にはなんかベージュが 22,900 円でミントグリーン 26,980 円ってなってるんですけど、このミントグリーンの方もこのクーポン 15% オフっていうのあるので、まあ、同じ価格 22,900 円で購入することができます。まあ、今までこのブルーとかピンクっていうのも珍しかったんですけど、さらにねミントグリーンとかベージュっていうのは他絶対にない、もうピクシオしかないカラーなんで、ちょっと変わった個性的なねデスクにしたいなって思ってる人特にいいんじゃないでしょうか。で発売はね11月5日みたいなので発送はまだなんですけど、その前にセール価格で購入ができるということです。ちなみにね WQHD の解像度のモデルっていうのもグリーン、ベージュ、パープル、 WQHD だけなのかな、パープルは紫もあります。可愛いデスク周り作りたいなっていう方はねピクシオのモニター要チェックです。でさらに合わせて買いたいっていうのがこのピクシオのモニターアームですね。これもねカラーたくさんあります。ピンク、ブルーだけではなくて新色のベージュ、ミントグリーンっていうのも追加されてます。パープルはねなんかないみたいですね。次メラノ CC ビタミンスペシャルケア5点セットっていうのが 31% オフ3873円で購入できます。まあ、シミとか気になる方はね特にメラノ CC の商品いいんですけど、中に入っているのはまずこれですね、美容液、私もこれ使ってます。であとサプリかな、そして酵素洗顔、そして UV 乳液、まあ、日焼け止めですね、集中対策マスク、まあ、メラノ CC、まあ、口コミもいいし使ってみたいなって思ってた方は今回買い時だと思います。そして男性はね興味ないと思うんですけど、あの女性の方最近視聴者多くなってるんですよ。だから視聴者の割合が 20% ぐらいを女性になってきてて、女性向けの商品っていうのもちょこちょこね紹介していきたいなって思ってるんですけど、みんな大好きロム&のティントですね、こちら 30% オフ839円で購入できます。でその他ですねこういったあのシャドウだったりっていうのも 30% オフとかで購入できるので、まあ、ロム&の商品ね普段使っているよっていう方はねチェックしてみてください。続いてちょっと猫用品も見ていきたいと思います。まあ、こういったチュールとかも安くなってるし、その他爪研ぎだったり、まあ、おもちゃだったりそのあたりっていうのも結構安くなってたんで、猫飼っている方は今回のアマゾンセールでいろいろ買うのいいんじゃないかなと思います。でいつもノアちゃんにあげてるのはこちらのチュールになります。54本入りで 35% オフ1475円なので1本あたり27円とお安くなっています。そしてチャオの焼きガツオディナーバラエティパックが安くなっています。こちら 43% オフ3240円、1袋あたり68円で4種類の焼きガツオディナーが入っています。まあ、これも合わせて今回購入してみようかなって感じです。はい、ということで今回のアマゾン感謝祭のおすすめセール品紹介いかがでしたでしょうか。今回はこのロボロックのね98マックスプラスと、まあ、その他アマゾンセール品を紹介させていただいたんですけれども、まあ、魅力伝わりましたでしょうか。まあ、いつもはね画像をね表示してこのアマゾンセール品おすすめですよっていうね風に紹介してるんですけれども、やっぱりこういうね実物をお見せしながら、まあ、紹介した方が、まあ、分かりやすいし、まあ、実際どうなのかっていうところがね一番気になるかと思うので、これからねどんどんやっていこうと思っています。よかったらねチャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。以上みさきみさでした。じゃのー。